現在深刻な社会問題となっている認知症。今回のホームタウン札幌では、私ども J:COM も参加する認知症に対するある取り組みをご紹介します。平成17年度から厚生労働省では認知症を知り地域をつくる10カ年キャンペーンを開始しました。そのキャンペーンの一環である認知症サポーター100万人キャラバンは、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り支援する認知症サポーターを養成し、認知症になっても安心して暮らせる街を市民の手によって作ることを目指しています。以前は老化現象の一つと考えられた時期もありましたが、現在では認知症は年齢に関係のない脳の病気、また脳血管障害などが原因で引き起こされる症状などを言います。一般的な物忘れと認知症の違いなのですが、大きく一つは、物忘れは体験の一部を忘れても全部は忘れない、認知症は体験その全てを忘れる、このことが大きな違いと言えますね。札幌市豊平区介護予防センター東月サム福住所長の吉岡秀典さんは、札幌市若年性認知症支援事業推進委員、また厚生労働省が推奨する認知症サポーター100万人キャラバン事業のキャラバンメイトとして定期的に講座を開催、認知症サポーターの養成に努めています。認知症については早期受診、早期診断、早期治療は非常に重要です。そのためには周りの方が認知症について的確な支援とアドバイスをしてあげることが大変重要なのです。私ども J:COM 札幌はこの春から認知症サポーターに賛同し、企業としてこの取り組みに参加することを決めました。講習会に参加した J:COM スタッフは、認知症の症状や認知症の方と接する時の心構えなどについて吉岡先生の話に真剣に耳を傾けました。認知症は高齢の方たちだけでなく、若い世代、いわゆる若年層でも起こる病気です。さらに現在およそ170万人いると言われている患者数が、今後20年で倍になることが予想されています。そのためには子どもたちから就労世代まで、一人でも多くの人たちが認知症に対する知識を学ぶことが重要だと吉岡先生は話します。認知症は誰でもなる可能性のある病気です。いつ自分や家族、あるいは友人や知り合いが認知症になるか分かりません。ですから他人事として無関心でいるのではなく、自分たちの問題であるという認識を持つことが大切ですね。しかしながら認知症を集中して学ぶ機会、これは少ないんじゃないでしょうか。このサポーター養成講座は認知症を理解する貴重な取り組みだと思います。講習会が終わると、吉岡先生から受講した J:COM スタッフに認知症サポーターの証であるオレンジリングが手渡されました。このオレンジリングは、認知症に関する知識を身につけ、認知症の人を支援しますという意思を示すものです。ありがとうございます。認知症というのは特別なことじゃなく、誰でも起こり得ることであって、今日ですね、こういう受講した証ということで、リングいただいたんで、私が今日、理解したことを、皆さんにですね、他の人にも、こういうことなんだよということを伝えていけたらなと思います。特別なものではなく、誰にでも、身近でも起こりうるものだっていうのを感じて、でこれからここもこのオレンジリングいただいて、身近な人でも、こういう今受講した内容を皆さんに伝えていければと思います。より多くの人が認知症への理解が自然となる社会、それは小さなお子さんから年齢に関係なく、地域の方々みんなが認知症を理解し、そして自然に受け入れている社会、できれば就労世代の方々が理解できる機会が多いと願いたいですね。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者として、自分のできる範囲で活動します。
また自分自身の問題と認識し、友人や家族に学んだことを伝えること、認知症の人やその家族の気持ちを理解しようと努めることも活動の一つです。